J33 の内部構造前から見た J33、アリソン J33 はアメリカ合衆国の延伸式や縮機を備えたターボジェットエンジンである。もともとは第二次世界大戦中にフランク・ホイットルによって開発されたジェットエンジンの設計をターボチャージャーの開発で実績のあったゼネラルエレクトリックが導入してアレンジを加えて製造された。それは後に J31 になった。次に、アメリカ陸軍からの要請で水力を4000ポンドに高めた機種が開発され、それが J33 になった。生産は1945年に軍の指示でアリソンに移管された。1954年7月、川崎航空機はジェットエンジンオーバーホール準備室を発足させ、T33 練習機のオーバーホールに関する、 技術提携先のロソから技術作業員18名を受け入れて受注準備を始める。ロソの支援を受けて川崎航空機がジェットエンジンのオーバーホール契約の提案書を作成して受注。同年9月に熱処理メッキ工場、修理組立工場が完成。部品の管理、帳表を米軍方式にし、品質管理も米軍規格ミル9-5,923。 B を適用、ロソの品質管理制度を導入。1955年1月にアメリカ軍へ初めて引き渡しを完了。この過程で近代的な生産技術、品質管理、生産管理手法を取得し、後のジェットエンジン事業の発展の基礎となった。なお、1990年の航空自衛隊の最終号機の出荷までに3800台以上をオーバーホールした。 ありがとうございます。